はい、おはようございます。まるまるです。で、今日は2018年6月の11日、週明けの月曜日ですね。今時刻は9時15分になったところです。ちょっとね、いつもより遅めですけれども、今日もね、朝のチャートカードとして、あれこれとお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。で、今日は6月11日というところで、もうね、前々からお伝えしている通り、明日6月12日には、米朝首脳会談、史上初の、ね、首脳会談が控えていると。で、その先には、FOMC とかね、今週は大きい重要指標が目白押しだったりするんですよね。トルコ、中央銀行の、金利政策だったりとか、いろんなね、注目されている、イベントが目白押しで、そこに向けての、チャートということになります。なのでね、そういった重要指標発表直後に、動き出したり、ということも考えられるので、そこに向けて横の動きをするということも考慮しながらということになるのかなといったところですね。で、ドル円、今週の初めで、スタートの値段なんですけども、ここで、ね、大きく一度窓を、下に窓を開けて、ただ、この直近安値、これ更新しない位置からね、スタートして、今、ぐっと窓を埋めてスタートしたっていう、チャートですね。今ちょうど窓を埋め切った位置で、109.5円。こういった位置から今戻り売りが入ってるのかなと。ただね、今このチャートの形からすると、このトレンドを、ブレイクしてくるような位置。それは今これ30プラスですね。先週から、高値からね、こう売られてきたんですけども、この辺りで、今、日足4時間足のね、押し安値、ね。なし、こう下から来てる61.8%付近なんですよね。以前引いたこういうライン。109点の少し、109の少し手前。109.18ぐらいにね、意識されたラインがあって、この辺りですよね。以前上昇を作った初め、はじ、は、最初の押し目。この辺りですね。この辺りで反発をして、一回この4時間足、日足レベルで押し目買いが入っていくのかなと。もしくはね、ここと上とのこう持ち合いになってくるのかなと。そういった様子を見しているのが、今現状の、ドル円チャートかなというところですね。はい。で、当初ね、先々週からこういう、矢印のイメージで、天井圏からこう、売られてきそうだなというイメージを持っていたんですけども、現状もね、このイメージはあまり変わってなくて、ただちょっとね、これが横にずれてくるような感じかなという感じですね。はい。で、今のか、イメージからすると、ちょっとね、これ拡大しますけども、1時間足。よいしょ。で、仮にこれがね、ダブルボトムとして、ここでチャートが、出来上がったとすると、ここで、次、押し目を作ってから、この押し、戻り高値、これを超えていくような動きをして、次はね、このし、えーと、日足4時間足の、重要ラインですよね。109.7円。これを超えてくるかどうかってことが重要だと思うんですけども、仮にこれを突破してくると、110円から直近高値というところまで、上昇していくようなね、流れができてくる可能性があるかなってことですね。今こういうトレンドですね。で、その後なんですけど、やっぱりね、日足の戻り売りっていうところ、上から来てるね、週足、日足レベルの切り下げですよね。こういったラインが意識されているっていう状況はあるので、これ、週足で見てもね、上髭つけて、ちょっと見にくいですけど、先週の1週間はね、こう十字、ほぼ動きなしっていうところですね。この週足ですけど、下髭つけて陰線で終わって、上髭つけて陽線で終わっていると。この範囲、かなり狭いですよね。109.4円から実体レベルと109.7円ってところですね。この範囲で1週間終わったと。上下に振れ幅あるんだけども、結局この範囲で終わってるっていうところですね。で、現状で下から始まってるこのチャートですけれども、今週もね、この範囲、狭い範囲で、ひとまず動いてきて、その後は、こういう週足レベルの、ダブルトップ等ですね、をつけてから、下がってくるイメージっていうのが、現状はまだまだ強いかなというところだと思います。これが日足で見た時の今の形ですね。移動平均線見ても分かる通り、動きがないっていうのが見て取れるかなと。今までの、ね、トレンドとはちょっと形が違うので、
やはりこう、重要指標を待った、次の動き出しを待った動きっていうところが、見て取れるかなというところですね。はい。ただね、まあ、今週の週明け、まあ、月曜日の動きからすると、さっきね、ちょっと買いのイントロしたんですけども、下窓つけてスタートしたチャートなんですけども、直近安で更新できなかったと。で、この、まあ、切り下げラインを、まあ、ブレイクしてきたと。まあ、そこで圏の動きから、まあ、一旦こうね、まあ、上昇に転じていくような、まあ、チャート、まあ、もしくはね、この109.7円との、まあ、現状の安値、このあたりの横の動き、持ち合いをするのかなといった流れが、見て取れるかなというところですね。まあ、ひとまずこの戻り高値ですね。109.5円、ないし109.55付近ですね。このあたりの高値を超えてくるかどうかなというところ。で、高値を超えてくればね、まあ、次の締めっていうところが、まあ、一つ狙いやすいかなというふうには思います。はい。で、あとはね、本当、重要指標、まあ、明日のビューチを首脳会談等の結果で、まあ、どちらに行ってもおかしくないようなチャートで、仮にね、いい結果でも悪い結果でも、正直どちらに行くか分かんなかったりするんですよね。ただ、今のこのチャートの形っていうのを、まあ、見ていくと、まあ、最終的には、まあ、下がっていきそうだなと。まあ、そこに向けて今、戻っていってるようなチャートを作りそうだなっていうのが、まあ、自分の見方っていうところで、まあ、それを見てね、狙っていきたいなというふうには思っています。はい。で、他の通貨ペア見てみようと思うんですけども、これユーロ円ですね。はい。ユーロ円のこれ今4時間足です。4時間足、これね、似たような、ドル円と同様似たような感じで、ここの、押し安値ですよね。128円。この手前で先週でズドーンと落ちてきたんだけども、ここで一回反発をして、その次ですよね、週明け。同じようにね、下窓をつけて、スタートしたんですけども、この安値、更新できなかったと。で、今現状、窓を埋め切って、この戻り高値ですよね。129円。ここを今回復してきてるっていう状況ですよね。まあ、一旦これ、レジスタンスされてるのかな。なので、この後、ここを超えてくるとすると、ここで、まあ、ダブルドボトムが成立して、4時間足レベルでトレンド転換をして、まあ、一段階上に上がっていきそうだなと。もう下から来ている日足、4時間足レベルの押し目が入って、一旦、直近高値、乱していきそうな動きにはなりそうかなってことですね。これが、まあ、日足の切り下げなんですけども、ここでね、日足レベルの戻り売りが入っていったんですけども、その戻りが、まあ、失敗したというか、まあ、下がきらずに、この、まあ、V 字回復していった流れで、ちょっとね、強く買われていきそうな流れ。で、これがね、押し目が4時間足の押し目が入って、直近高値130円、129.5円、こういった現状のね、まあ、抵抗体を突破してくるようなことになると、ぐんと上昇してね、132円とか、まあ、直近高値131円とか、そういったところまで上昇する可能性があるんじゃないのかなというところですね。まあ、ひとまず、まあ、値段としてはね、この129.5円。まあ、次の、まあ、この1時間足レベルの戻り高値ですね。まあ、この辺を超えるかどうかというところに注目して、まあ、現状は、まあ、日中の時間でね、まあ、買っていけそうな流れだなというところです。はい。他通貨ペアもね、似たような動きをしてて、で、先週末に大きく下落したんだけども、そこを一度ね、まあ、止まるようなダブルボトムで動きをして、一回戻っていくような流れなのかな。ただ繰り返し言うようにね、今週は重要指標が目白押しなので、まあ、現状の戻り高値との間でこう横の動きになりそうだっていうのは、まあ、大前提としてね、見ていきたいなというところだと思います。はい、もう一つ、ユーロドルですね。こちらも先週からポジションを持ってるんですけども、この辺ですよね。この辺りで、まあ、買いのエントリーしたと。で、現状、そこから今ね、押し目が入って 失礼しました。押し目が入って、これは切り下げライン、これ1時間足ですね。で、切り下げラインから、今こう上抜けてきてる状況ですよね。はい。で、まあ、この状況からすると、1回押し目が入ってもおかしくないなと。深い押し目が入ってもおかしくないなという感じなので、この辺りですね、今意識されているライン、1.176とか、今週、先週の終値とかっていうところですね、この辺り。
1.1765、このあたりですかね。これで、ね、まあ、以前こう意識されてたラインとかを結んでいくと、まあ、こういうところがまあちょっと意識されてるのかなと。ちょっと強く抜けていったね。この戻り高値を強く抜けていった、こういうラインも、あと、ヒゲの先とかね、こういうところも意識されすると思うので、まあ、このあたり、もしくは、まあ、下がりきったとして、1.175。こういった位置からの、まあ、押し目がいとうがね、まあ、狙える可能性があるかな、というところですね。まあ、日中時間、まあ、この今のね、流れからすると、まあ、ロンドンタイムとか、まあ、そういった時刻で、こういった流れになれば、まあ、再度ね、買い増しチャンス、というかね、まあ、狙っていきたいなというところですね。こちらももちろんですけども、まあ、横の動き、その重要指標、待った動きというところになる可能性は十分考えられるので、まあ、それを踏まえて、というところですけども、まあ、現状の流れからすると、4時間のまあ切り上げ、これがまあずっと続いているんですよね。もうこの下、この安値からずっと今ね、こう切り上げラインが続いていると。4時間のトレンドですね。もう一つ上の時間足を見てみると、こんな感じで。ズドーンと売られてきたんだけども、この直近安値ですよね。週足レベルの抵抗体。この押し目を作って、ぐんと最高値を作っていった押し目。ここはまあかなり意識されていて、最安値1.15っていうところをつけたんですけども、週足で、この1.163付近ですね。このあたりでサポートされて、今ぐんと上昇していって、日足レベルで言うと、移動平均線を上抜けて、一旦 この売りの力を、まあ、全戻しって言わないな、まあ、V 字回復して、一旦こう流れが変わってきたっていうところですね。4時間足で言うと、その勢いのままね、今こうじわじわ上昇してきて、強い抵抗体、1.17から1.173付近ですよね。これが、まあ、日足レベルの以前の値くらい、急上昇を作った押し目、まあ、重要な抵抗体ですよね。これも超えてきたと。で、そこの、まあ、押し目、先週末にね、押し目が入ってからの上昇っていうところなんで、今この切り上げラインに乗って、まだまだこう買いの力は強そうだなーっていうところですね。で、先週、先々週はね、こういうイメージを持って押し目を狙っていこうかなっていうふうに、まあ、見ていたところなんですけども、今そのイメージのままね、まあ、上昇していると。で、この辺りで、まあ、今の動きですけども、まあ、横の動きをしていく可能性はありそうなので、まあ、こういう動きをしてくれば、再度買えないというと。あと、まあ、次この戻り高値ですね。1.18、この辺りかな。これを回復してくるようになると、まあ、さらにね、ぐんと、まあ、直近高値を超えて、もうトレンドが、まあ、続いていくような、動きっていうところが見えてくるかなと。まあ、今でもね、これ、まあ、移動平均線上抜けてきて、ここで、まあ、強い陽線が、これが陽線で確定してくるとなると、上への意識は高まりそうなので、この辺りの抵抗体をね、超えてくると、まあ、次の目標がもうこの辺ですよね。1.19とか、まあ、100ピプスとか、そのぐらい動く可能性、まあ、全然あると思うので、まあ、そういうところに向けて、まあ、急変動だけは気をつけたいんでね、損切りだけ、まあ、しっかり置いて、様子を見ていきたいなというふうには思います。はい、ちょっとね、雑音が入ってしまって、お聞き苦しいところあったと思うんですけども、まあ、ひとまずドル円、まあ、上に抜けていったところから、まあ、ダブルボトムですね。そこからの、まあ、押し目買い、まあ、狙っていきたいなというふうに思います。基本的に、まあ、自分のトレードスタイルはね、ファンダメンタルズ、特に、気にしないっていうところなので、まあ、重要指標があるので、そこに向けて、まあ、横の動きになりそうだと、牽制の動きになりそうだと、持ち合いになる可能性はあるなというところはもちろん踏まえつつ、まあ、リスクを回避しますけれども、今のこのチャート形からすると、まあ、短期足レベル、まあ、4時間足レベルでもトレンド点、押し目買いが狙いそうな位置と。で、それ以下の時間足、短期足で、まあ、1時間足、30分足レベルで、トレンドをブレイクして、一回こう、まあ、上昇してきそうな流れ、トレンド転換ですね、まあ、そういった流れが見受けられそうな場面なので、さっきも言いましたけど、109.5円付近ですね。109.5円、109.55。このあたりっていうところを上抜けるかどうかっていうところに、一つ注目して。もちろんこれ下ね、抜けてしまえば、ずんと下がっていきそうなので、そのあたりも注目して、まあ、今日日中、様子を見ていきたいなというふうには思います。はい、ちょっと長くなりましたけども、まあ、今日の朝のチャート解説というところ、あれこれとお伝えしていきました。
明朝ね、繰り返しですけども、需要指標が控えているので、もう今週はね、ノートレード様子を見ていくっていうのも一つの手段だと思います。もうそれは人それぞれね、いいとは思うんですけども、まあ、チャートの動きっていうところ、まあ、動きがあれば、そこにはチャンスはあるので、まあ、特にね、気にすることなく、もちろんそういったニュースがあるってことは頭に入れて、かつ、今のチャートの動きっていうところについていければいいのかなというふうに思います。はい、それではね、今週も張り切っていきましょう。